ロービス・コリントによる肖像画、レオ・ミキルソンはラトビア出身のアメリカ合衆国の芸術家、エコールド・パリの一員でもある。ユダヤ系、ロシアのサンクト・ペテルブルクとエストニアのタルトゥで学んだ。1918年のロシア革命により、ロシアを去ることを余儀なくされたミヘルソンは、ドイツのミュンヘンに移り、そこでドイツ表現主義の影響を受けた。1920年、 パリに住むようになり、絵画や彫刻の分野で国際的に知られるようになる。エコールドパリのメンバーでもあった。彼は西ヨーロッパやソ連、アメリカでも展覧会を開いた。1939年にパリがナチスドイツの手に落ちた後はニューヨークに住むようになった。ミヘルソンは永遠なる移民、また永遠なる学生と描写されることもあるが、それは彼が常に 新しいスタイルを取り入れたからであった。彼はどこでもスケッチができるように常にパステルを携帯していた。彼の友人であったマルク・シャガールはミヘルソンに関して彼が知る中で最も色彩に優れている画家だと語った。美術史屋はミヘルソンとシャガールをパブロ・ピカソと比較したがミヘルソン自身は最も影響を受けた画家にティツヤ・ノベチェッリオを挙げている。ミヘルソンは 生涯二千以上の作品を残し、その多くはテキサスにあるミヘルソン美術館に収蔵されている。ありがとうございます。